無人島に一つ持っていくなら何を持っていきますか。僕たち送ってくれたボートが行っちゃいました。ちょっと湿ってるな。実はさ、来る前雨降っとったんよね。なんかね、火起こしに使えそうな枝があると思うんですよ。汗がやばい。これ脱水症状になったらやばいな。うわ、待って、水がある。いやー、無理よな。ナイフがないからさ、今回。これさ、水が入ってんだよな、これ。匂い嗅いでみようか。あ、え？怖っ。骨があるんだけど。肉食系の動物でもいる。今日もお疲れ様、山田です。ステファニーです。はい。え、ステファニーでしゅ。タイトルにも書いたと思います。無人島に行ってきますよ。ありがとうございます。テンション高いよ先生。もうしばらくここ最近ずっとこれが楽しみで、はい、テンション高めでした。本当超高い、ね、もうずっと夢トレ、無人島これしたいなみたいな。ちょっと経緯をお伝えしておくと、個人的にあの無人島でサバイバルとかやってみたいなと思っていたんですよ。旅してる時ぐらいから多分話してたと思うんだけど、より刺激を求めてでやることにしました。本当はさ、無人島のこう企画会社さんとかあるんですが、お願いとかをさせていただくとやっぱちょっとお金かかっちゃうんですよ。だったらちょっと自分でやるかということで、いろいろ調べまして、で無人島の利用の予約から、手続きを踏んでですね、今日その当日1日目を迎えたということでございます。ありがとうございます。で実は今回 SNS で全体的には発信してなかったんですけど、旅仲間とかね、自分のこう知り合いとか知人とか友人とか発信をさせていただいて、行きたいと言ってくださる方一緒に行きましょうという形で、はい、募らせていただきましたところなんと24人集まりましたと。友人島やん。それな、友人島やんっていう、はい、無人島が友人島みたいになっちゃうんですけれども、一応ちゃんと無人島です。もともと動画内にもね、人がたくさん出てくるところもあると思うんですけど、一応コースを作ったんですよ、勝手に僕が全部企画しちゃったんですけど、3つあります。はい、まず1つ目、サバイバルコース。これは持ち物1つ、持って行っていい持ち物1つというサバイバルコースです。まあザサバイバルですよね。さすがにゼロはきついかなと思って、せめて1個。2つ目、チャレンジコースです。持ち物3つ、まあこれも結構大変だと思うんですけどそして最後3つ目です。夏休み気分コース。名前の通り夏休み気分でね、感覚で来ていいですよと、ぜひ参加くださいということで、持ち物自由です。僕はサバイバルコース、もうサバイバルしたかったからさ、せめても1個でも持ってこうと思ってサバイバルコースにしたんですよ。人はに。夏休み気分コースです。昨日大量になんかお菓子とか買っとったもんな。うん、タンパク4日だよね。どのくらい買った？1週間分ぐらい買った、ね。3泊4日は余裕で過ごす。これも意図があって、人間って水なしで3日間生きられるらしいんですよね。そうすると我慢で耐えられちゃうじゃないですか。うん、だからせめて4日以上にしようと思って3泊4日の計画にしました。夏休み気分コースが圧倒的に良くて、はい。なので映像上ね、結構みんな物持ってきてんな、なんていうシーンもあるかもしれませんが、はい。まあそれが皆さんのやりたいことのリアルでしたと。そうだからね、山田はね、夏休み気分コースのみんなが美味しくご飯とか食べてるの見たくないから絡まないらしい、3泊4日。なんかすげえドライなやつみたいなやつだけど、もう結構もう忍耐力だと思うんだけど、もう喉カラッカラなると思っていて、ちゃんと確保できないと。お腹もめっちゃすくやん、うん、それを前にみんながなんかさ、わかんないけどイメージを多分盛り上がってみんななんかあれだろ、飯食ったり飲んだりするんだろう、耐えられんで実際ごめんね、ちょっと説明が長いんだけど、早く無人島行けよって感じかもしれませんが、説明長いんですけど、一応先に説明しておくと、今回行く無人島なんですが、一応ねキャンプ地みたいな形でもある程度こう開拓されていて、そういうのも映ると思うんですよ。ただそれをなしにね、使わずに、はい、サバイバルを楽しむ、ないしは生き残りたいと思ってます。ついついテンション上がってたくさん喋りすぎてしまいましたが、もう皆さん映してくれよって無人島思って、はい、早く行けと車にいないで、うん、そうだよ、すいません、無人島の近くまで来てます。この後じゃあ行ってきます。これから何本か無人島の動画アップされるかなと思います。我々の成長記録を、はい、もう私は楽しむだけちょっと無人島に飛んできます。行ってきます。レッツゴー。なんだこれ。無人島に上陸しました。サバイバル生活を始めていきたいと思います。早速ね、まず何をするかっていうところからなんですけど、はい、ま、大事なことはいくつかあって4つかな。1つが基地ですね。まず基地作り、2つ目が水、3つ目が火、4つ目が食料。このあたりを自分でなんとか調達準備していきたいと思います。ちょっとじゃあ僕がね、そもそも1個何を持ってきたか発表したいと思います。もう早速今島に入って、ここ一旦基地に良さそうだな。もう結構汗だく。ここどう？上に木があって、ここになんかかければさ、でなんか葉っぱとかかければ屋根になりそうじゃない？でちょっと藁みたいなのもあるし、はい、ちょっとここ一旦仮拠点にしたいと思います。よいしょ。
よし、ちょっとここでいいのか。まだ定かじゃないけど、まあでも比較的いいかなと思うんで。ちなみにこの荷物は撮影機材です。カメラ系ですね。あと充電器とか持ってきてます。やばい、いきなりめっちゃ汗出してる。水分怖いな。これが撮影機材系ですと。で、僕が選んだ荷物、今回こちら。無人島に一つ持っていくなら何を持っていきますか。僕は今回釣り具にしました。これ釣り竿ですね。で、今回ちょっと初心者の釣り具みたいな形で、釣り竿とあと簡単なルアーとかだけ正直持ってきました。まあ、ちょっとズルっぽいっちゃズルっぽいんですけど、一応釣り具という形で持ち物一つ選びました。なのでこれでね、魚で食料を釣れたらいいなと思っています。まあ、それより大切なのが水、水分になってくるので探していこうかな。いやでも一旦基地作ります。ちょっと水あんのかな。なんか水を探しつつ基地作れそうな材料を集めていきます。なぜなら今日ね、空模様を見ると多分もう何時間とか、ないしは夜から多分雨なんですよね。なので雨に濡れながらの生活は辛いので、ここに一旦仮の基地作っていきます。はい、ちょっと今アドレナリン出まくって、なんかね、いろいろこうまとまりない喋り方とかになっちゃってるかもしれませんが、やっていきましょう。まず一回島散策すね。やべえ、いきなり見つけた。ブルーシートや。一応ね、島、こういう適当に落ちてるものは使っていいですよって言われてるんですよ。やべえ、めっちゃでかい、これは。もうゴミみたいな感じに咲いちゃってるけど、これ使おう。よし。いきなり見つけたぞ。これで割といけそうやな。ちょっとやり方は考えてみたいと思います。一旦、材料集めていきます、もろもろ。いや、でかい、レジャーシートは。ちょっと島散策も兼ねてね、こういうさ、乾いた、ま、ちょっと湿ってるな。実はさ、来る前雨降っとったんよね。火起こせるかな。木が結構濡れちゃってるわ。乾いたヤギ、あ、さっき入り口の近くにあったな。大きな木とかのね、伐採は良くないんですが、まあこういう草木、こういうのは使っていいと伺っているので、火起こしに使えそうな枝があると思うんですよ。でさ、これから雨が降りそうだから、またね、一旦もう取っちゃって、で雨に濡れないようにしておいて、できる限り乾かす。この辺使えるかな。これどうかな。いや、これ乾くかな。これちょっと雨降ってきたら考えたい。一旦日向で乾かしておこう。これが引きり棒って言って、さ、摩擦で火を起こすときにさ、板に思いっきり擦りつけるやつ、ここに置いてなるべく乾かすと。この天気で乾くかな。よし、やばい、とにかく汗がやばい。これ脱水症状になったらやばいな。あ、いいの見つけた。見て、ペットボトル、5個の紅茶のやつ、これも使えるね。いや、なんか袋欲しいな。ガラクタ集めるためのなんかさ、物入れ欲しいよね。うわ、ここにもペットあるわ。これさ、うわ、めっちゃ汚い。うわ、穴開いてるし。まあでも一応使っておこうか。これは一個今考えてるのは、飲み水に困ると思うんですよね。で、飲み水をこのね、雨から集めていきたいと思ってます。なのでそのための容器にしましょう。とりあえず島のこっち側、あ、僕たち送ってくれたボートが行っちゃいました。さあ、どんどんテンポよくいきましょう。よし、一旦火起こしに使えそうな木材、水を貯められそうな器、ないしは水源、食料はまだあったらね、シェルター、基地作りに使えそうなアイテムと。いや、見ての通り、うわ、待って、水がある。いや、無理よな、めっちゃ怖いな。この水たまり、水だまりっていうべきかな。このさ、溜まっちゃってる沈殿じゃねえや、この停滞、お、どうした虫。この溜まっちゃってる水はさ、いや、菌とかが繁殖しやすいんだよね。川とかでさ、流れてる水はさ、まだいいのよ。使えるかな、この竹。ここで簡単にパキパキ折れたら乾燥している証みたいな感じなんだけど、ちょっと中身かな。あ、これ使えそう。これいいじゃん。この竹使っていきたいと思います。なんかもう枯れちゃってるやつ。いや、どうかな。竹取ったんですが、ナイフがないからさ、今回
もう釣り道具だけだからさ、まあいけるかな、きっと。これも一応取っておきたいと思います。はい、やばい、ちょっと多分ちょっと自分のやりたかったさ、こういうサバイバルができてることでさ、ハイテンションになってるのもあると思うんだけど、やばい、なんかそのすごい熱が、でその熱を出そうと汗がすごい。いやでもさっきの家拠点みたいなのはさ、あのレジャーシート使えばなんとかなるけん、あれは結構でかい。いやー、もう道なき道よ。わ、炭があるのか、近く石か。そうだね、ナイフも探したいんだよね。でもナイフってあの普通に落ちてないからさ、例えばちょっと鋭い石とかないしはなんかの缶の蓋みたいなさ、でもちょっと集めたいなと思っています。これちょっと木削れるかなぐらい。多分これさ、向こう行って戻ってくるんだよね、往復。だからちょっとここに荷物置いておこうか。ちょっと本当に、あ、え、怖っ、骨があるんだけど。肉食系の動物でもいるの？え、マジで骨よ。何の骨？結構骨からさ、あの釣り針作っちゃう人とかもいるんだけど、ちょっと他できないかな。でも骨さ、ナイフとかになるんじゃない？ちょっとさ、あのこうやってさ削ってったら、これ、うわ、これいいじゃん。これ釣れるかな。あ、でもこれなんか掘ったりするのに使えそう。あ、どこの骨なんだろうこれ。ここはでも肉食の動物でもいるんかな。一応聞いてる情報によると、イノシシとタヌキは出るよと言われています。だから食料を持ってる人は、ね、隠した方がいいよって言われてるんですが、まあ、あの僕は食料ないので、はい、うわ、空き缶、これいいね。水を煮沸するときに使えますね。要はさ、雨水もそのまま飲むとあんまり良くないんだよね。一回沸かした方がいいの、火が起こせればの話だけど、ってなったときに使いたいと思います。うわ、めっちゃアナゴがたくさんいる。アナゴもね、取れば食べれるんですよね。まずはこの外周を回ってみたいと思います。見て、ゲームのコントローラー置いてあるんだけど、これいける？え、なんか重いんだけど。びっくりした、もう繋がってないか。うわ、めっちゃいい。見ました、見ました、見つけました。これ海今結構満潮気味なのよね。でさ、漂流してる、してる、めっちゃありがてえ。ペットボトルの数がえぐいな、ここ。浮きもあるよ。まあ、釣り具は持ってるからいいとして、使えそうなペットはね、回収していきたいと思います。これ一回拾って基地に戻った方がいいな。ちょっと一回回収していきます。うわ、でけえ。 1.5 リットルペット。あ、ちょっとしたさ、ビーチクリーンみたいなのもあるよね。これで雨水を溜めて、空き缶もありました。空き缶、いや今さ、良さそうなの1個見て、ライター1個見つけたんですよ。でも中身、これ普通に海水だし、表面あの火花を起こすところがないので使えないですね。代わりに大量のペットボトルと、これさ、水が入ってんだよな、これ匂い嗅いでみようか。いや、そのままじゃ多分きついよな。なんか浮いてるし、クラゲみたいな。いやでもそんな臭くないんだけど。いや、そのまま飲むの怖いな。一旦このまま持って帰ります。あと木材ね、火起こしに使えるかなと思ったけど、ちょっと湿っちゃってるんだよな。まあ、でもまだ乾くかもしれないんで、この太陽で。はい、一旦持って帰ります。結構大量、ペットボトルが多いかな。でこの辺は雨水溜めたいからさ、あとで頭だけ切って立てておきます。雨降る前に一回これ準備するか。そうだな、そうしよう。使えそうなペットボトル一回海水で軽く洗っておこうかな。結構中にいろいろ溜まっちゃってるんだよね。あとでさ、雨水を溜めようとは思うんだけど、一旦海水洗っちゃいます。海水は飲めないんですよ、塩分濃度がすごく高くて。にしてもさっきの骨は何だったんだろうな。なんか一番怖いのはまじ水、水が確保できるかどうかだけが怖い。食べ物なんてはさ、別に3泊4日ぐらい大丈夫なんですよ。なくても生きてはいける。水はないと
大体このぐらい1日汗かいちゃうと1日3リットルとか本当は飲んだ方がいいんだけど、今日は無理かな。一応ねこうやって水入れて漏れてないかだけ確認して、そしたら穴が開いてないですね。ちゃんと蓋もついてるよ。じゃあ一旦この今持ったこれを持って帰ります。なんか袋とか欲しいな。物運ぶのがすごく大変。改めて日常でさ持ってるものがいかに役立ってるか大事かって分かるよね。袋とかさ、ちょっと息テンション上がって息が上がっちゃうんだけど、まあでも伝わるかな。僕がずっとこうやってこういうのやりたかったことがすごいテンション高いと思うんだよね。楽しい、こうしてる時間がすごい頭使うし、何が次大事かなとか優先順位つけるのも好きだし、純粋になんか生きてるみたいな感じがするよね。生きるためにどうしたらいいんだっけみたいな。これまだいいな。一応この竹も持って帰ってきます。